山村学園高等学校は埼玉県川越下町にある私立高等学校。2008年度から男女共学となり、校名が山村女子高等学校から山村学園高等学校に改称した。特別進学コース、総合進学コースの2コース4クラス制となっており、それぞれ2年次から理系、文系に分かれる。募集定員は特別進学120名。 総合進学280名の計400名で、生徒数は約1300名。野球部特体制のみのクラスがある。制服は腰の広子のデザイン。赤いリボンにチェックのスカートベストはチェックと紺色のリバーシブルとなっている。男子は学ランとなっている。公式テニス部は競合でインターハイに団体戦で2回、個人戦で10年連続10回出場。 全国選抜高等学校テニス大会には団体戦で7回、個人戦で6回出場し、個人戦で3年連続全国優勝を果たした。2015年と2016年には関東高等学校テニス選手権大会で2連覇した。女子バスケットボール部はインターハイに11回出場し、2012年に過去最高の3位。 全国高等学校バスケットボール選抜優勝。大会には7回出場し、2012年に過去最高の4位となった。バトン部やダンス部、少林寺拳法部、オーディオビジュアル部も競合。ありがとうございます。